俺の名前は高木誠司。幼い頃から車が大好きだ。というのも、俺の両親は町工場で車の部品に使われる特殊ネジを作っていた。このネジがあるからこそ車が動くんだぞ。そうやって胸を張る父がとにかく誇らしかったのだ。父の工場は幼い俺にとって遊び場だった。鉄と埃とオイルの匂いが入り混じるその空間は非現実感満載で少年心をくすぐった。ガチャコンガチャコンと動く機械を見ているのも面白い。せわしなく働く従業員の邪魔にならないように気をつけながら、俺はいろいろなものを見て回っていた。両親も俺が車作りに興味があることを喜んでいたのだと思う。誕生日プレゼントもクリスマスプレゼントも決まって車のおもちゃだった。そんなある日、両親が交通事故で亡くなった。俺が小学生の頃の話だ。両親の乗った車が暴走したトラックと正面衝突したのだ。あっけなかった。大好きな車が大好きなお父さんとお母さんを。両親がいなくなった家、母の優しい声も父の少しかすれた低い声ももう聞こえない。二人からもらったたくさんのミニカーだけが俺を見ていた。俺はボロボロと泣いた。そして心に誓った。こんな事故が起きないような車を俺が作ってやるんだ。幸い父が残してくれた工場がある。この工場を大きくして車の開発をするのだ。俺はまだ小学生だが、車に関する知識はこれから学べばいい。とにかく一日でも早く大人になりたかった。俺は唯一の親類である祖母に引き取られることになった。もともと父の工場は祖母と祖父が立ち上げた会社だった。数年前に祖父は病気で他界。それとともに祖母も会社の経営を引退し、俺の両親へとバトンタッチしていた。祖母は経営経験があるとはいえ、すでに70歳近い。しかもブランクもある。工場の機械は最新設備に切り替わっており、祖母の時代とは様変わりしていた。誠司は何にも心配せんでいい。おばあちゃんに任せとき。祖母は会社の経営状況について俺に何一つ言わなかった。しかし従業員が一人辞め、二人辞め、次第に工場のガチャコンというあの音もほとんど響かなくなっていった。子供の俺でさえどのような状態にあるのか痛いほど理解できた。それでも祖母は俺に心配かけまいと笑顔を絶やすことはなかった。誠司、あんたの靴買ってきたよ。ちょっと履いてみ。え？なんで？あんたの靴下破れてる。靴がもう小さくなったんだろ。履いてみせてみ、おばあちゃんに。まだ履けるから大丈夫なのに。子供が気使ってどうするの。ありがとう、おばあちゃん。暮らしは質素だったが、祖母はそれでも必死にやりくりしていたのだろう。俺が不自由しないよう常に気を配ってくれた。祖母は俺が車の開発に携わりたいという夢を持っていることを知っていたようで、塾に行くかい？と勧めてきさえした。祖母自身はほつれた服を着続けているのにだ。おばあちゃん、俺さ、中学出たらバイトすることにする。え？高校はどうすんの？なんでね？早く社会に出て一人前になりたいんだ。でも、あんた、夢が。それは心配ないよ。自分で何とかできるからさ。誠司、でも。大丈夫だって。絶対に夢は叶えてみせるから。だからさ、それまで、おばあちゃんもしんどいと思うけど、もう少しだけ、父さんの残した工場を守っていてほしいんだ。祖母は、
何も言わなかった。ただ黙って、ぽとりと涙をこぼした。そして、そっと俺の手を握った。骨張った、しわくちゃのその手は、温かかった。俺は、高校へは行かず、祖母の負担を少しでも減らそうと、必死に働いた。一方で、父さんの残した工場を盛り立てていき、ゆくゆくは車の開発をするという夢も諦めてはいなかった。しかし、中卒の俺がその夢を叶えるには、大学の工学部に入る必要があった。そして、自動車メーカーに就職して、車の開発に関する知識を習得しなくてはならない。そのためにも、まずは、高卒認定試験を受ける必要がある。俺は、日中はバイトを詰め込んだ。そして、寝る時間を削って勉強した。日々の生活費の確保だけではなく、大学へ通うための費用も、用意しておかなくてはいけないため、休んでいる暇などなかったのだ。パスタにするの？私もそれにしようかな。自分が好きなの頼みなよ。お兄さん、おすすめは？どれも美味しいですよ。何それ？あと、私はドリンクバーもお願いします。あ、私も。わかりました。ドリンクバー2つですね。のんきな顔をして来店する同い年くらいの高校生、見ていると無性に腹が立ってくる。やっかみなのはわかっている。この生活を選んだのは自分自身だ。しかし、やりきれないイラつきがくすぶる。両親が生きていたら、俺も今頃、と、俺は奥歯を噛みしめる。そもそも、この生活が報われる保証は、どこにもない。高卒認定試験に受かるかどうかもわからない。それに受かったところで、工学部に入って、自動車メーカーに就職できるとは限らない。それでも、今は、俺はテーブルから回収したメニュー表をぎゅっと握りしめた。楽しげに会話を続ける高校生を横目に、俺は厨房へと戻っていった。確約がない未来と戦っていけるのかと、不安で押しつぶされそうになる。そういう時俺は、決まって公園に行った。小さな公園だが、緑が多く、静かで、気を紛らわすには、絶好の場所だった。俺はいつものベンチに腰掛けようとした。と、先客がいた。中学生の女の子だった。制服姿のまま、焦点の合わない目で、ぼーっと地面を見つめている。おそらく、普段の俺も、他人から見たら、同じように見えているのかもしれない。そう思うと、妙な親近感が湧いた。気がつくと、俺はその女の子に声をかけていた。こんにちは。何をしているんですか？我ながら、情けない第一声だったと思う。しかも、自ら女の子に話しかけるのは、中学生ぶりだったと、声をかけた後に気づくとは。俺が二の句を告げられず、考えあぐねていると、女の子は、俺に視線を向けて、どうぞ、と隣に座るよう促した。真っ黒な大きな瞳が、俺を見上げる。癖のない、まっすぐな髪を、後ろで一つに束ね、前髪は、眉毛のラインで、切り揃えてある。綺麗な子だな、と思った。よく、このベンチで座っている方ですよね。え？何か、悩み事ですか？まさか、俺が質問をされてしまった。その少女は、優香と名乗った。優香は、この近くに住んでおり、時たま、この公園に足を運んでいたそうだ。何をするでもなく、ただベンチに座り、地面を見つめる俺のことが気になっていたという。優香ちゃんこそ、悩んだ顔していたけど、何かあった？俺は、年下に先を越された、こっぱずかしさを隠そうと質問を仕返した。すると優香は、意外にも素直に悩みを打ち明け始めた。私の両親、離婚したんです。母、父のことが本当に好きだったんでしょうね。浮気されてたって分かって、
母から離婚を迫ったくせに、いざ離婚したら落ち込んじゃって。優香は、ふーっとため息をつく。優香ちゃんは寂しくないの？え？私ですか？お父さんいなくなって寂しくないの？そういえば、そんな気もします。母があまりにも落ち込むんで、自分の気持ちなんて今の今まで考えていなかったです。優香はそう言うと寂しそうに笑った。俺はね、両親はもういないんだ。あ、不幸自慢とかじゃないよ。わかってますよ。優香に釣られるように、今度は俺が身の上話を話し聞かせた。両親が死んだ理由、その後の苦労、そして中卒でバイトしている今の俺の状況。優香は静かに耳を傾けていた。俺、どうしてもやりたいことがあるんだ。車をね、作る人になりたいんだ。父の残した工場もあるしね。だから、がむしゃらにバイトして勉強してるんだけどさ、時々不安になっちゃってさ、喋りすぎたかな、と反省していると、優香は心底真剣な表情でつぶやいた。それでも、まだ頑張るんですね。まあ、夢だしね。そっか。うん、そっか。優香は何やら腑に落ちたようだ。つきものが落ちたような顔をして、ひょいとベンチから立ち上がると、俺に向かって宣言した。じゃあ私も、もう少し頑張ってみようかな。母を元気づけるために。凛としたその少女の姿に感化されるように、俺も立ち上がっていった。俺も、絶対に夢を叶えてみせるから。はい、お互いに。優香は、しっかりとした足取りで、公園の出口へと去っていった。俺は、無事に高卒認定試験を突破。そして、必死で貯めたバイト代のおかげで、大学に通うこともできた。もちろん、念願の工学部だ。祖母は、ただひたすらに泣いて喜んでいた。大学でしっかり勉強して、絶対に自動車メーカーに入ってみせるから。で、車作りの知識を持って帰ってくるから。任せとき、おばあちゃんも100歳まで頑張ってみせたる。俺は、あまりに多忙すぎて、会社とはすっかり距離を置いていたが、祖母は、俺との約束通り、必死に会社を守ってくれていたようだった。祖母は、俺が自立したことで負担が減って、会社の経営に集中できるようになったのだろう。以前のような疲労感や焦燥感は見られなくなっていた。それから4年、俺は宣言通り大手自動車メーカーに就職することができた。欲を言えば、開発部門に所属して、一日でも早く、車の開発に関する知識を身につけたいところだったが、新入社員は工場勤務スタートだった。しかし、工場勤務は俺にとって全く嫌ではなかった。何より懐かしい匂いがしたからだ。工場の規模は雲泥の差。しかし、父や母がそこにいるような錯覚を覚えるのだ。俺のゴールはまだ当分先。それでも、着実に進めていることに勇気をもらいながら、俺は誠実に仕事と向き合っていった。なあ、誠治、この子、どう思う？ある日帰宅すると、祖母は待ってましたとばかりに、俺に見合い写真を見せてきた。綺麗な子だろ？年齢も、あんたと四つ違いだったかな？そのくらい離れてるだけだし、お似合いよな。なんだよ。いきなり。あんたは真面目すぎて奥手だから、こういうことでもしなきゃ、いつまで経っても女性に縁なんてないないない。痛いところを疲れて、ぐうの音も出ない。このお嬢さんね、うちの会社とお付き合いのある社長の娘さんなのよ。こんな素敵な子が身近にいたとはびっくりでしょ？ふふふ。もうね。お見合いの日取りも決めてあるの。次の土曜日の大安吉日。写真の女性は俺にはもったいないほど美しかった。でも正直、
俺は恋愛より仕事がしたい。ようやくゴールが見え始めてきたところなのだ。愛だの恋だのに時間を割きたくはなかった。ただ祖母は自分が生きているうちに俺に結婚してもらいたいのだろう。祖母は立派な後期高齢者だ。確かに俺の性格では夢が叶ったとしても一生独り身の可能性が高い。これも高校ってやつなのかな。そう一人ごちて俺は見合いをすることにした。見合い当日、俺も祖母も身を固くしていた。しかしそれは初めての見合いで緊張していたからというわけではなかった。見合いは老舗の料理屋の個室で行った。俺と祖母が先に到着し、先方を待っていると襖が開き、例の女性と彼女の両親が入ってきた。女性は写真以上に美しく、危うく、綺麗な人、と声に出てしまうところだった。そこまでは良かったのだ。そこまでは。元凶は彼女の父親だった。彼は席に着くなり、怪訝な顔を隠すことなく、俺に尋ねてきた。で、ご両親はどちらに？あ、両親は私が幼い頃、事故で亡くなりまして、今はこちらの祖母と一緒に暮らしています。隣の祖母が頭を下げて答える。すると彼は、俺と祖母を一別し、鼻で笑ったのだ。これは何かの冗談ですかな？はあ。その言動の意味が理解できず、俺が言葉に詰まっていると、彼は今度は母親に向かって怒鳴り出したのだった。おいおい、お前、話と違うじゃないか。でも、紹介してくれた人の話では。今、聞いただろ。こいつ、親のいないガキじゃねえか。何が金持ちのボンボンだよ、騙しやがって。俺は、あまりの暴言に目を丸くしていると、写真の女性が割って入ってきた。お父さん、やめてください。そんな言い方、ひどすぎます。はあ？騙されたのはこっちの方だろ。私だって、片親だったじゃないですか。ああ、そうだったな。俺があんたら親子を拾ってやらなきゃ、今頃貧乏してただろうな。そんな。どうもこの女性は、母親の連れ子で、この父親とは血がつながっていないようだった。と、彼は急に俺に向き直ると、またもや意味不明な質問を投げかけてきた。なあ、あんた、本当はどこで働いているんだ？え？本当はって？あのさ、お前くせえんだよ。さっきから油の匂いがプンプンするんだよ。一丁らの服さえ着れば、貧乏がバレないとでも思ったか。え？間の悪いことに、ちょうど昨日、オイルを使った実習があった。同期が派手にこぼしてしまい、俺も漏れなく、オイルまみれになったのだった。その匂いがこびりついていたらしい。ほら、手出せ。彼は、俺の横に回り込むと、俺の手をひっつかみ、テーブルの上に置いた。ほら、見てみろ。真っ黒じゃねえか。汚ねえ、汚ねえ。俺は我慢の限界だった。俺が貧乏だと罵られるのはいい。両親がいないのも事実だ。だけど、手がオイルで汚れていることをけなされなければいけないのか。父の手はいつもオイルまみれだった。今の俺と同じように爪まで真っ黒だった。父はいくら洗っても取れないと嘆いていたが、俺はそんな父の手が大好きだった。オイルで汚れた手は、かっこいい仕事をしている証だからだ。俺の父親のことまで馬鹿にされた気がした。俺は、腹に力を込めた。ありったけの声で、怒鳴ってやろうと思ったのだ。しかし、そんな俺より一足先に、悲鳴のような声がした。彼女だった。お父さん、本当にもうやめて。素敵な手じゃないですか。彼のことを馬鹿にしないでください。お前、俺に口答えするのか？おい、そんなことができる立場と思っているのか？娘は父親の言葉を無視して母親に助けを求める。ねえ、お母さんからも言って、
こんなひどいこと言うのやめてって。ねえ。でも。しかし、母親は歯切れが悪い。俺は、母さんと離婚してもいいんだぞ。いや、それは嫌よ。お願い、お父さんに謝って。お母さん、なんで？いいか、その頭でよく考えろ。なんで俺が、お前の母親みたいな奴と結婚したと思う？彼は、娘にぐいっと詰め寄った。そして、醜悪な一言を浴びせたのだ。お前を金持ちのところに嫁がせて、俺の会社をでかくするためだよ。え？彼女は、今にも泣きそうな顔をしていた。時間の無駄だ。帰る。そう言って、彼が立ち上がった時だった。待ちなさい。今まで無言を貫いていた祖母が口を開いた。80歳を目前にした老人の声とは思えない迫力と威圧感があった。なんだよ、ばあさん。親なしの貧乏人のくせに社長令嬢と結婚できると思って期待してたのか？残念だな。この話はなしだ。こいつを工場勤務の嘘つきと結婚させて俺に何の得があるって言うんだ。老人のたわごとになど付き合っていられないといった様子で部屋を出て行こうとする。しかしそんな彼を祖母のさらなる怒声が止めた。待ちなさいって言ってるのがわからないのかい？そして祖母はゆっくりと立ち上がると彼の前へと歩み寄った。私も見る目がありませんでしたね。まさかこんな会社と取引していたとは。祖母はさらにもう一歩近づき、名刺を取り出して彼に叩きつけた。そして店中に響く声で宣言した。以後オタクとの契約は中止いたします。え？あ、この会社って。先日お話があった5億円の契約の件、破棄させていただきますので。え？ああ。聖司、帰るわよ。祖母は俺の手を掴むと、呆然と立ち尽くす彼を尻目に部屋を後にした。待ってください。店を出た俺と祖母の後、彼女が一人追いかけてきた。怒りで頭がいっぱいだった俺も祖母も、彼女のあまりの必死さに立ち止まらざるを得なかった。ごめんなさいね。あなたは素敵な人のようだけど、どうしても許せないの。もちろんです。私の両親が申し訳ございませんでした。そう言うと、彼女は深々と頭を下げた。そして、一呼吸を置いて泣きそうな顔を見せていった。本当に、ありがとうございました。え？お礼？意図を測りかねた。それは、祖母も同じだったようで。俺らは顔を見合わせて、キョトンとした。聖司さん、私のこと、覚えていないですか？私、公園のベンチでお話しした、優香です。え？あの時の中学生の。はい。俺と公園で話した後、優香は、母を元気づけるんだと奮起し直したのだという。中卒でバイトをし、夢に向かって突き進む俺の姿が、彼女の背中を押したらしかった。優香は高校生になると居酒屋でバイトを始めた。さすがに中卒で女の子が働ける環境はなかったんですと優香は付け加えた。優香が居酒屋を選んだのには理由があった。母のためだ。その頃の母は沼の底にいるような落ち込みようだったという。食事はまともに取らず日々ぼーっとしている。幸い、元夫からの慰謝料のおかげで、生活には困らなかったが、愛していたパートナーを失った悲しみは、日を追うごとに大きくなっていった。私、母が再婚すれば、また元気になると思ったんです。だから、大人の人がたくさん来る居酒屋で、バイトを始めたんです。母に会う男性を見つけたかったんです。そして、出会ったのが彼だったという。母は新たなパートナーを手に入れると、みるみる元気になっていった。
優香も最初はとても喜んだ。再婚してくれた彼に感謝さえしたという。しかし、次第に彼の本性が現れ出す。家庭内での暴言だ。それでも優香は耐えていた。母が幸せならそれでいい。そう思って耐えたのだという。一方母は元気になった。食事もしっかりとるようになり、活動的にもなった。ただ完全に彼に依存するようになってしまったのだ。でもお父さんが口癖になった。常に彼の機嫌を第一に考えて、優香のことは二の次、三の次になっていった。私、今日のことでよくわかりました。前はあんな母じゃなかったんです。私のことをしっかりと見てくれて、愛してくれて。涙がこぼれそうになるのをぐっとこらえて先を続ける。優香の中でいろいろな思いが交差しているのが手に取るように分かって、それを見ている俺も辛かった。私、母がこんな風に変わってしまうとは思っていなかったんです。私の知っている大好きな母はもういません。耐えきれなかったのだろう。ぽとりと涙が落ちた。私も誠司さんに負けないように頑張ったんですけど、失敗しちゃったみたいです。優香はそう言うと、微笑んで見せた。しかし、涙は止まらず、次々に溢れ出している。だから私、もう母のために頑張るの、やめます。俺は、どう声をかけたらいいのか、わからなかった。そんな俺に気づいたのか、優香は、優しい声で付け加えた。でも、よかったです。私はダメだったけど、誠司さんは夢に向かって頑張っていたことが分かって、それに、私が今まで頑張ってこれたのは、誠司さんの励ましがあったからです。だから、きちんとお礼を言いたかったんです。そんな、お礼って、気の利いた一言が言えない自分が、もどかしい。そんな俺に、優香はただただ笑顔を見せる。とても苦しそうな笑顔だった。お嬢さん、これからどうするつもりだい？優香の独白を黙って聞いていた祖母が口を開いた。あの両親のもとに帰るのかい？優香は首を振った。私は家を出ます。私、やれる限りやりました。頑張りました。それに、もう愛想がつきました。そうか。はい。優香の意志は本物なのだろう。涙の奥のその瞳には強い決意が込められていた。と、そんな優香に向かって祖母は穏やかな小姉で尋ねた。もし行くあてがないなら、誠司のお嫁さんになってくれないか？え？おばあちゃん？当の優香より先に俺が目を丸くしてしまった。俺は優香と目が合った。優香も驚いているようだった。中学生だった優香を思い出す。確かに、あの時の面影がある。吸い込まれるような美しい瞳に、凛とした佇まい。俺は、姿勢を正した。そして、オイルで汚れた手を優香に差し出して、言った。俺と結婚してください。俺は、人生初の告白をした。優香は、俺の手を、両手で包み込んだ。祖母の行動は素早かった。宣言通りに即刻優香のギフトの取引を中止にした。お、俺との会社との取引がなくなったらお宅もまずいんじゃないのか？優香の父はそんな強がりを言ったというが、祖母は平然とした顔で言ってやったという。うちの会社はそんなにやわではありませんので。両親が事故で亡くなって傾きかけていたうちの会社は、祖母の奮闘によって守られていたどころか、より大きくなっていた。あんたも頑張ってたから負けちゃおれんと思ったのよ。それに、あんたが帰った時に車の開発ができるくらいの会社にしとかなきゃいかんだろ？さすがは祖母だ。いつの間にか外国語のできるスタッフを雇い入れて、海外のメーカーとも取引を始めていた。それに、こっちは、優香さんっていう心強いフォローもついたから、お前は必要な知識を詰め込んできな。ありがとう。一方、
優香の父の会社はうちの会社との取引中止がきっかけとなり、見る間に崩れていった。優香の父は幾度となく祖母の元を訪れては頭を下げたが、祖母はがんとして許さなかった。自動車業界は横のつながりが強い。一度立った悪い噂はなかなか消えず、優香の父の会社は倒産に追い込まれた。優香も祖母と同様、光の速さで行動を開始した。お見合いの日の深夜、玄関のチャイムが鳴ったと思ったら、優香だった。レンタカーに目いっぱいの私物を詰め込んでやってきたのだ。これからどうぞよろしくお願いします。優香は縁を切るという旨の置き手紙を残し、家を出てきたという。当然、俺も祖母も大歓迎で迎え入れた。また、母さんからだ。祖母と俺と三人で朝食を囲んでいると、優香のスマホが鳴った。優香は、はぁ、とため息をつく。優香によると、両親は離婚したのだという。一人になった母親はいつかの時のように、優香なら何とかしてくれるのではと、頼ってきていた。大丈夫か？平気平気。子供だって自分で何とかしようと頑張るのに、大人がそんなこともできないなんてありえない。そう言うと、優香はスマホの電源を落とした。じゃあ、行ってくる。お仕事、頑張ってきてね。こっちの会社のことは心配せんでいいから。わかってる。父さんの残した工場を盛り立てていき、ゆくゆくは、車の開発をするという俺の夢。ゴールは近い。俺は今日も前を向いて進んでいく。僕の名前はコウジ。有名私立大学に通っている。周囲から見れば陰キャの部類に入るのだと思う。見た目もパッとしない。しかし、成績は常にトップ3を維持していた。僕は大学生のノリにどうもついていけなかった。サークルだ部活だ合コンだと皆一様に騒ぎ回っているが、一体何が楽しいのか理解できなかったのだ。別に見下しているわけではない。同年代の人たちよりも少しだけ精神年齢が高いのだと思う。皆が幼く見えてしまい、ついていけないのだ。なあ、合コンのメンバー足りないから、来ねえ？バカ、こいつはそういうの付き合わねえよ。うん、ごめんね。別の人を探してもらえるかな。ほらな、行こうぜ。僕はため息をつく。授業の終わった教室は、僕以外、誰一人として残っていない。皆誰かしらと連れ立って出て行ったのだ。僕は教科書をカバンに詰め込んで教室を出る。でもこのまま大学生活を終えるのはさすがに寂しいよな。僕には友人と呼べる友達もいない。ただ勉強だけに必死になるという地味な大学生活を送っていた。とある日のこと。コウジ君だよね。授業を終え帰ろうとしていた時だった。名前を呼ばれ振り返ると、そこにはミスコン優勝者の千代がいた。お願いがあるんだけど、ちょっといいかな。え、僕？そう、コウジ君に。千代はミスコンで優勝するだけあって、とても綺麗な顔をしていた。パッチリとした大きな瞳で見つめられるとドギマギしてしまう。千代はウェーブした髪をかき上げる。艶やかで時間をかけて手入れしていることが手に取るようにわかる。スタイルもよく読者モデルをしているとかいないとか、そのような噂を聞いたこともある。僕の方が身長が高いはずなのに腰の位置が全く違うのだ。しかし、そんな千代がなぜ僕にお願いがあると話しかけてくるのか。そもそも千代とは一度も喋ったことがない。見当がつかず戸惑っていると、
千代は僕の顔を覗き込み、困り顔を作ってみせた。あのさ、経営の授業のノート貸してほしいんだけど、お願いできるかな？あ、経営？ダメならいいんだけど。いいよ、ちょっと待ってて。正直、告白でもされるのかな、と期待していた。しかし、当然のごとく違った。僕は苦笑いしつつ、素直にノートを渡した。ありがとう。すっごく助かるよ。そう言うと、千代は去っていった。後ろ姿も素敵だ。カツカツとヒールを鳴らして颯爽と歩いていく。僕には高嶺の花だよな。僕は自嘲気味に笑った。さ、帰って勉強しよう。僕が帰るのは、築40年の6畳一間のアパートだ。ふと、千代がそこにいる姿を想像する。ないないない、ありえない。僕はブンブンと首を振ると、大きく伸びをした。千代とはあの一件が最初で最後の交流かと思っていたのだが、意外にも、あれから千代とは少しずつ話すようになっていった。法学の授業取ってる？わかんないところがあるから、教えてほしいんだけど。いいけど。ほんと？よかった。今度のテストが悪いと、単位落とすかもしれないんだよね。千代によると、僕が貸したノートは、とても役に立ったらしい。教授の授業よりわかりやすいんだもん。と笑っていた。千代は、進級が危ういのだという。それもあって、成績がいいという噂の僕を頼ってきたのだった。僕と千代の勉強会は、週に1回から3日に1回になり、気づいた時には毎日一緒に過ごすようになっていた。その日もいつものように、図書館の机に並んで授業の課題に取り組んでいた。すると千代は、ふぅ、と息を吐くと、僕の顔をまじまじと見つめてきた。そして、冗談みたいなことを言ってきたのだ。ねえ、コウジ君。もう付き合わない？私たち。え？図書館で勉強するのも面倒くさいしさ。私の家で教えてよ。え？私のこと嫌い？そんなことはないけど。じゃあ、いいじゃんか。うん。目から鱗とはまさにこの時のことだ。手の届かない存在であるはずのコーナー1の美女が、なんと僕に告白をしたのだ。僕は驚きのあまり、脊髄反射で肯定した。冷静に考えると、僕と千代では月とすっぽん、住む世界も違う。しっかりと考えてから返事をすべきだったかな、という後悔がなかったわけではない。しかし、これで一人ぼっちの大学生活から卒業できるという思いもあった。満足そうに僕を見つめる千代。改めて綺麗だと思った。よろしく、千代ちゃん。僕は、はにかんで言った。中学も高校も、勉強一筋で来た僕。当たり前だが、女性と付き合ったことなどない。僕はどうしたものやらと困っていた。千代は口を開くと、どこかに行こうよ、と言ってくる。僕は、できることなら交際前のように、静かに図書館で過ごしたかった。しかし、千代が望むのは、カラオケ、ショッピング、遊園地。僕が苦手とする大学生のノリを体現した行動を望むのだった。内心、しんどいと感じた。とはいえ、誰もが羨む美人と付き合えたのだ。千代が望む僕になってみよう。僕は努力することにした。のだが、長年染みついたスタイルは、早々切り替えられるものではない。僕はその都度、千代の小言を聞かされる羽目になった。
ちょっと、その服で出かけるつもり？コンビニに行くんじゃないんだよ。着替えてきてよ。え？汚れてる？ダサいって言ってるの。一緒に歩く私の身にもなってよ。でも、買ったばかりだよ。はぁ、コウジ君さ、新しい服ならダサくないとか思ってるの？やめてよね。すぐ帰って別の服にしてくるよ。早くしてよね。彼女とはこういうものなのかと思い、僕は素直に従った。ダサいと言われた服は着ないように気をつけ、髪型も千代の言う通りにした。ワックスもつけろと言うので買ってきた。ベタつくし強い匂いを発するしで不快感満載だったが、千代はマシになったと頷くのだった。しかし千代の容赦のない指摘は日を増すごとに増えていく。あのさ、その財布なんとかできない？え、これ？使いやすいよ。機能性より見た目でしょうよ。それ小学生が持つやつじゃん。安っぽく見えるから嫌なんだけど。ねえ、まさか小学校の頃から使ってるやつとかじゃないよね？でもさ、ポイントカードとかたくさん入るし楽なんだけど。あのさ、人からどう見られているかってこと分かってないの？ほんと勘弁。革製の財布にして、ビニールとか合皮とかでごまかさないでね。私すぐわかるから。靴下もさ、見えないだろうって適当なのを履かないで。コウジ君さ、ズボンの丈もめちゃくちゃなんだから、チラチラ見えてるからね。ねえ、鏡見てる？鏡見てこれなんだったら絶望なんだけど。ごめん。とにかくさ、高校球児みたいな靴下は全部捨ててよね。それに3足1000円の靴下も禁止。着る服のことを考えて選ぶこと。大丈夫？わかった？わかったよ。千代が僕のことを見下してバカにしているのは明らかだった。しかし相手はミスコンの女王だ。僕は付き合ってもらっているという立場であることを理解していた。はぁ、千代にバレないように小さくため息をつく。千代と並んで歩くためには仕方ないのだ。僕の努力と我慢の甲斐あって、デコボココンビの交際は何とか続けられていた。そんなある日。ねえねえ、コウジ君ってさ、どこに住んでるの？久しぶりに大学の図書館で千代の勉強に付き合っていた時のことだった。ふと気がついたような顔をして千代が訪ねてきた。ここまで歩いて通ってきてるよね。まあ、大学の近くにアパート借りてるけど。ふーん。そして千代は何やら少し考えた顔をして言った。ねえ、今から行こうよ。コウジ君の家見てみたい。え？近くなんでしょ？いいじゃんか。でもさ、千代ちゃんをもてなすような準備も何もしてないし。いいよいいよ。ただどんなところに住んでるのか気になるだけ。ね。ついにこの時が来たと思った。僕が一番恐れていたことだったのだ。僕の持ち物一つに細かくイチャモンをつける千代だ。築40年の六畳一間など見たら卒倒するに決まっている。ほら、行くよ。千代は僕の戸惑いなどお構いなしに、さっさと帰り支度を始めてしまっている。僕はうつうつとした心持ちで千代の後を追った。そして、その嫌な予想は当たっていたのだった。何？ここ。千代の第一声は予想通りのものだった。え、ボロすぎなんだけど。結構住みやすいんだけどね。僕は恐る恐る言った。大学の周辺は高級街だ。
立派なマンションも立ち並んでいる。だからこそ余計にこのような家に住んでいるとは思わなかったのだろう。千代の顔は軽蔑一色になった。ねえ、今の私の気持ち教えてあげようか。綺麗な水洗トイレだと思ったら、ハエがたかったボットン便所だった気分。確かにアパートは古い。錆も目立つし、壁の塗装も剥がれかかっている。しかし、僕はこのアパートに愛着があった。時間があれば、敷地内の草むしり、持ち主と交渉してゴミ置き場も設置してもらった。しかし、千代にはそのようなことはどうでもよい。見た目がすべてなのだ。千代は、ふるふると頭を振った。ねえ、冗談でしょ？私、こんな貧乏人と付き合ってたってこと？貧乏人って、そんな。千代から出たワードの鋭さにひるんでしまう。僕は千代を見た。いつの間にか軽蔑のそれは消えていて、今はただただ怒りに震えていた。もう嫌！これ以上、一緒にいたくない！声を荒げてわめき出す千代。近所迷惑になるほどの大声だった。僕は千代を落ち着かせなければと手を伸ばす。しかし、千代は彼女のカバンで僕の手を払いのけた。触らないでよ、貧乏人。ああ、もっと早く確かめておくんだった。大学の近くに住んでるからって油断してたよ。そして僕を嘲笑いながら言った。ただのダサいだけのやつなんだと思ってたけど、貧乏人だったとはね。そりゃ、あんなものしか持ってなかったのもうなずけるわ。僕のこと、好きだったんじゃないの？そりゃ、好きだったよ。コウジ君の優秀な脳みそがね。この私がコウジ君と付き合う理由って言ったら、それしかないじゃん。当然でしょ？ミスコン優勝者がなぜ僕に告白してきたのかずっと引っかかっていたが、腑に落ちた。というか、そんなことではないかとは思っていた。しかし、勇気がなくて確かめることができなかったのだ。最悪、私の黒歴史だわ。千代の言葉はあまりに残酷だ。しかし、僕はそんな千代を責めることができないでいた。なぜなら、僕自身も彼女と同じ穴のムジナだったのだ。僕が千代と付き合っていた理由は、ミスコン優勝者の彼女が僕に声をかけてくれたことが誇らしかったからだ。美人の彼女は僕のステータスをアップさせるものだった。そして千代と同じく、彼女への愛情は正直なかった。ごめん。足早に去っていく千代の後ろ姿に僕はつぶやいた。僕と千代が別れたという噂はあっという間に広まっていった。相手が校内きっての有名人だったのだから、ある程度冷やかしは覚悟していた。しかし、軽口の範囲を超える暴言も多くあった。はい、空き缶、集めて金にするんだろ。こいつんち、触ると崩れるような掘ったて小屋なんだってさ。よく千代を騙してこれたな、詐欺師かよ。金ねえからって、大学の備品盗むなよ。僕は、すっかり貧乏人の代名詞のようになっていた。というのも、千代が言いふらしているらしかった。貧乏人と付き合うのは黒歴史だ。とわめいていたくせに、自ら吹聴しているようなのだ。一方僕は反論しなかった。何せ僕が身の丈に合わない彼女と付き合ったことが全ての始まりだったのだから。自分の気持ちをおろそかにして目の前のものに飛びつくと痛い目に遭う。今回の件でよくよくわかった。僕は皆より精神年齢が高く大人びているのだとずっと思い込んでいた。しかし、僕も千代や他の同級生と同じように、まだまだ子供だったのだ。
いい勉強になった。同じ失敗は繰り返さないと心に誓う。僕は捨てられずに持っていた古い財布をカバンから取り出す。そして学生証を引き抜くと、そこに映る冴えない男子学生の顔写真を見た。写真の彼は今日の僕と同じ服を着ている。そして今と同じボサボサの髪。僕はワックスがついていない髪を触った。うん、僕にはこの方がずっといいや。すでに教室には誰もいない。また一人になってしまった。しかし、今の僕には学びがある。今度こそ本当に大人になろうとしているのだ。僕は力強い足取りで教室を後にした。5年後、僕はまだ同じ町で暮らしていた。コンビニに向かって歩いている時だった。え？コウジ君じゃん。え？聞き慣れた声に顔を上げると、目の前にはなんと千代がいた。千代は友達らしき2人の女性と一緒にいた。え？誰？黒歴史の元彼。はは！例の貧乏の？そうそう。高笑いが響く。下びた笑いに苛立ちを覚えるが、ここは黙ってやり過ごそう。僕はそう判断して、千代の傍らを通り過ぎようとする。と、千代は道を塞ぐように立ち塞がってきた。貧乏人は卒業できた？千代の言葉に友達がクスクスと笑う。千代も彼女の友達も、いかにもな高級品を身につけている。服にもカバンにも、誰もが知る有名なロゴマークが輝いている。一方の僕は、T シャツにサンダルだ。ねえ、まだあのボロアパートに住んでるの？千代、ボロいってどのくらい？8畳 1K とか？全然違う。天井とか床とか抜けそうなヤバさのボロさ。マジか、ドン引きじゃん。でしょ？私のお天なんだから、みんなには言わないでよね。でもさ、ここら辺って結構高級なエリアじゃん？そんな建物あったっけ？それがね、あるんだよ。だからこそ、私も見た時は本当に驚いたんだから。それじゃあ、もう壊されてるんじゃない？そうかも。じゃあ、今は路上生活とか？はは！言いたい放題だ。さすがにこれだけ馬鹿にされてはたまらない。僕はため息をついて千代を見やる。真実を告げることにしたのだ。そうだよ。千代ちゃんに見せたアパート、今でも僕の家だよ。僕の回答に満足したのか、キャハハと笑い合う三人。しかし、僕は続けて言った。でもね、今はあそこに住んでる。僕は、道の向こうにそびえ立つ高級マンションを指さした。そのマンションは、この地区でも一二を誇る高級物件だった。僕の言葉が飲み込めないのか、眉根を潜める三人。僕はもう一つ大きくため息をついて、繰り返して言った。だからね、あのアパートも僕の家だけど、今はあのマンションの最上階を二部屋購入して住んでるの。ほら、これが証拠。と、僕はズボンのポケットからセキュリティキーを取り出してみせた。千代は目を点にし、ポカンと口を開けていた。実は僕は大学の授業と並行して不動産の勉強をしていた。というのも、特に都心部では借り手がなかなか決まらない不動産が多いと聞く。それらをうまいことビジネスにつなげることができさえすれば仕事になるのではないかと思っていたのだ。そこで実際に借り手が決まらない物件に積極的に住んでみることで、なぜ入居者が決まらないのかを洗い出すことにした。そして見つけた問題点を家主にフィードバックし、実際に改善していくのだ。大学生が考えるビジネスだ。
うまくいかなくてもいいやという軽い気持ちで始めた事業だったのだが、思いのほか当たった。売買ゲームのように依頼が増え、今では都心の一等地にオフィスを構えるまでになった。大学時代に住んでいたアパートもその一環だった。千代が見た時は間違いなくボロボロのガタガタだったけれども、今では内装外装も一新されて入居待ちが出るほどの人気物件になっている。アパートのオーナーは身寄りのない独り身の高齢男性だった。閑散としていたアパートが賑わいを取り戻していく姿を見て、とても喜んでくれていた。ただ残念なことに、そのオーナーは先日老衰で亡くなってしまった。その亡くなったオーナーね、お世話になったねって、僕に遺言でそのアパートを譲ってくれたんだ。しかも、そのオーナー、ここら一帯の大地主だったみたいで、アパート以外の不動産もすべて僕に託してくれたんだよ。な！だから、正しく言えば、この辺りにある建物、ほとんど僕のだね。僕は真実だけを伝えると、さっさとその場を去った。背越しに千代が何かを言っていたが、今の僕には千代の話を聞くことよりも、コンビニで大好きな唐揚げを買うことの方が重要なのだ。はい、もしもし。その夜、千代から電話がかかってきた。今までごめん。あ、切らないで。開口早々、千代は謝罪してきた。ずうずうしいのはわかってるんだけどさ、やり直せないかな、私たち。案の定そんなことか、と思い、僕が呆れて黙っていると、千代は何を思ったか、自身の近況を話し始めた。私ね、大学卒業してから地方の放送局に入ったんだ。アナウンサー。本当はキー局か、準キーを狙ってたんだけど、落ちちゃった。しばらく頑張ってたんだけどさ、やっぱり都会がいいかなーって。でね、ついこないだ戻ってきたの。今日の友達はアナウンススクールの同期。髪の長い子いたでしょ？フリーで活動してるんだって。だから私もさ。ねえ、もうやめよ、千代ちゃん。僕は大きくため息をついて、千代の言葉を遮った。ねえ、あれだけのことを僕に言っておいて、僕の懐事情が分かった途端に態度を変えるなんて、そんな人と付き合えると思う？千代ちゃんはさ、僕じゃなくて、お金と付き合いたいんだよ。そんな。電話の向こうで苦々しい顔をしているだろうことが手に取るようにわかる。それでも僕は続けた。まあ、僕もそうだったからね。僕さ、千代ちゃんのこと全く好きじゃなかったんだ。ミスコン優勝者だからっていうだけで付き合っていたんだよ。嘘。僕はね、千代ちゃんじゃなくて、綺麗な人と付き合っていたんだ。ほら、千代ちゃんと同じでしょ？千代が息を呑む音がした。でも僕はね、もう綺麗な人と付き合うのはやめたんだ。身の丈に合った自分らしくいられる人を探すから。だからさ、もう電話してこないでね。と、僕が通話終了のボタンに手をかけた時だった。お願い、待って。最後に一回だけ会ってほしい。悲痛な叫びとともに、千代が静止した。千代ちゃんさあ。ため息をつく僕に、千代は弱々しい小姉でぽつりと言った。ちゃんと目を見て、謝らせてください。僕は千代の最後のわがままを聞くことにした。千代とは、大学時代によく通ったカフェで会うことになった。約束の3時、店内を見渡して、まだ来ていないのかと思っていると、僕を呼ぶ声がした。え、千代ちゃん？そこにいたのは、ブランド品に身を固めた先日のあの女の子ではなかった。薄い化粧に黒縁の大きな眼鏡、服も量産品。
髪も今日は巻いていない。後ろで一つに束ねているだけだった。千代の代わりように唖然としていると、千代は苦笑いをして僕の前の席を進めた。ミスコンになる前は私こんな格好をしてたの。地味でしょ？陰キャだったんだよ。遠い目をして言う千代。でもミスコン取っちゃった頃からかな、よく見られることに快感を覚え始めちゃって、いつの間にか制御が効かなくなっちゃってた。だからさ、コウジ君にもひどいことをたくさん言っちゃった。本当に今までごめんなさい。僕の目をまっすぐに見て頭を下げる。千代の素直な謝罪に僕は面食らってしまった。5割くらいの確率で、よりを戻したいと泣きつかれるのではと思っていたのだが、本当に謝罪をしたいだけのようだった。僕こそ電話で話した通り、千代ちゃんを。いいの。私の方がずっとひどいことしちゃったから、コウジ君は気にしないで。千代は寂しそうに微笑んだ。店内の柔らかな BGM に助けられながら、僕は千代に尋ねてみた。千代ちゃんさ、高級マンションの暮らし、憧れてるの？え？僕からの意外な問いかけに、要領を得ない顔をする千代。そんな彼女に向かって、僕は話を続けた。いろんな不動産を扱ってきて、いろんな人を見てきたからよくわかるんだ。確かにね、高級物件ってすごいよ。コンシェルジュもいるからサービスも最高。当然、セキュリティも抜群だし、ジムも使い放題。でもね、見栄を張って入居した人は、全然幸せそうじゃないんだよ。最高の環境にいるのにさ。千代は黙って聞いていた。僕にとって千代ちゃんは、見栄を張って購入した高級物件だったんだ。だから幸せじゃなかったんだ。千代ちゃんも同じじゃない？僕はカフェオレを飲み、一度深呼吸すると千代の目を見た。ブランド品で引き飾って背伸びしている千代ちゃんは幸せ？それとも今の格好の方が幸せ？千代は何かを言おうとしてやめたようだった。その代わり千代は柔らかく微笑んだ。きっとさ、千代ちゃんにも本物の優良物件が見つかるよ。うん、ありがとう。お、あったあった。僕は年賀状の束からお目当ての一通を探し出す。そして、待ってましたとばかりに裏面を見る。お、子供が生まれたんだ。よかったな、千代ちゃん。そこには三人の笑顔があった。千代の横にいる男性は、お世辞にもかっこいいとは言えない。しかし、とても優しそうな雰囲気の男性だった。僕は、その年賀状をデスクにしまった。再来年あたりには、4人に増えているかもしれない。そんなことを思いながら、